そう、声が出るかな。みんなは大丈夫ですか？治れ治れ。でも全然風邪とかではなくて、最初ね風邪かと思ってお薬飲んでみたんだけど、なんか全然風邪じゃなかった。元気だもん元気元気。治るかな、明日声出るかな。明日も NCD 祭り行こうか考え中。お、本当ですか？ぜひ NCD 祭りにいらしてくださいね。仮面ライダーの次です。仮面ライダー、仮面ライダーってどういうのだっけポーズわかんない。こうかな、仮面スイスイ。テロップに書いとこ、仮面スイスイの方じゃないよ。明日 NCT 祭り、明日は NCT 祭り。 OK、 強くなさそう。実は強いんだよ。実はね、こうやってやるよ、めっちゃ早いよね、なんかステージ広いらしい。今日ユーハと喋ってふんふんってしてきました。ウサギライダー、ウサギライダー、ハルチュンがずっと一時期ウサギライダーウサギライダー言ってた気がするな仮面ライダーのさらわれる子役え、ね、思った。私もショールームのニックネームナツリンスイちゃんなの。ずっと変えていいですかって言ってみよう。もうスイ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 じゃないと変な感じする。そう、この間、もう本当についこの間ユーハと一緒に、前回はユーハについて行ってラーメンを食べたんですよ。ユーハにお任せで、今回は夏樹にお任せでユーハと一緒にカフェに行きました。ラーメン部やった後にスイーツ部やりました。ちゃんとお互いの部活やりました。シュイシュイ。私のニックネーム欄すっごく長くなるかもね。そしたらスイスイ、シュイシュイ、チュイチュイ、トゥイトゥイ、トゥイティ。トゥイティはもう著作権がアウトかな。そう、カフェ、さすが部長、さすが部長、ありがとうございます。部長のスイズナツキです。今日はぬったりにあるアムとつむぐさんに行ってきました。ぬったりテラスはお天気がいい日にお散歩するととっても楽しい場所なので、ぜひお天気のいい時に行ってみてください。実はあれ、なんて言おうと思ったんだっけ。あ、そうだ、前も丸鶏アップさんに出演させていただいた後に古町の方のカフェに遊びに行ったので、丸鶏アップさんの後はカフェに行くみたいな順番なんですかね。行ってみます。ぜひ。本当は
お目当てのものがあったんですけど、それが今日はメニューになかったの。本当はキャラメルバナーヌを食べたかったんですけど、なかったのでバナナブレッドを食べました。夕飯はイタリアンプリンを食べました。チュチュはコーヒーは飲めるの？ブラックコーヒーはまだ挑戦中なんですけど、アメリカンブラックコーヒーなら飲めます。アメリカンのブラックコーヒーはちょっと薄めてあるらしくって、だから苦すぎなくて飲みやすいので飲めます。でもジャパニーズブラックコーヒーはちょっと濃いから今頑張ってます。頑張ってはないかも、頑張りたいです。私は今日はカフェオレのアイスにしてたんですけど、ユーハはもう黒かったコップが、だからブラックだったかな。そう、濃いブラック、ブラックはもう眠い無理って時に飲めばいいやで。そうなの？そしたら起きるの？もう暑いからアイスもいいですねって。ね、そう、今日はもう絶対に、今日ホット飲んでたら私はもうサウナ状態になるところでした。今日マルリカフェに行きました。お、ありがとうございます。やった。ユハ店は逆にラテ系が、でも最近飲めるようになったらしいんですけど、私とは逆みたい。私はホット大好きな人なんですけど、さすがに今日の暑さではアイスを選びましたね。しかもね、窓側の席に座ったから日向ぼっこしてるみたいな感じで、お日様に当たりながらでした。今日は大変からフランボワーズさんに、おお、すごい、巡礼してる。今日暑かった。ゆうはちゃんは筋肉痛らしいけど、すいすいも筋肉痛。ちなみに明日の NCT 祭りに参加するメンバーみんな筋肉痛です。イエーイ。あのね、踊って筋肉痛というよりかは、もしかしてゆうはから聞いてるかもわかんないんだけど、そのリハーサルが始まる前のストレッチみたいな、ダンスの先生が考えてくださった、その人たちに今必要なストレッチみたいな感じで音楽を流してやるんですよ。なんかこういうやつをなんかこういうやつをねやるんですよ。体を使おうねみたいな。でなんかそういうのを動かしてたら筋肉痛になりました。ダンサーしてたんだ。でもさ、こういうのもさ、なんかさ、だんだんやってたらさ、何やってるのか分かんなくなってくるんだよね。で、私はこれをやるときに何やってるか分かんなくなったらイルカを想像してて、こういうポールを頭の中で想像してイルカがガチニャンってやってるのを想像したらうまくできました。まだそんなにこの私の頭の中を共有したことはないんですけど、そう、今日は三つ編みをしました。三つ編みしました。
明日やりたい髪型は自分の中で決まってるんですけど、ちょっとバランスを見て、みんなが何の髪の毛してるかなによって、だから第二候補とかも考えとこう。本当はやりたい髪の毛ある。でも確かに三つ編み久しぶりかも。私今日の丸取りアップさんで新時衣装着たんですけど、新時衣装がとても好きなんだ。もうブロックが変わっちゃって新時衣装じゃなくなっちゃってるんですけど、今は公園で、その新時衣装がとても好きなので来ました。明日行きます。ありがとう、待ってます。明日待ってます。今日はてっぺんまではやりません。お似合いでしたか。ありがとうございます。嬉しい。青似合う。お、ほんと？ブルベなのかな。ブルベ、そういえば今日ユーハとパーソナルカラー診断したいよねって話した。あと骨格診断もしたいよねって話した。でも高いよねって話した。ありがとう。そう、今日はちょっとね、寝ます。今日は寝る日。そう、明日もあるのでね。また今度てっぺんまでできるときはやるね。お、ユーハイエベなんだね。なんかユーハどっちとも似合って、どっちだろうって思ってたんだ。萌えは絶対イエベだよね。そう、パーソナルカラー診断ってさ、こうあなたはどの色が似合うよとか、まあ、正確に教えてくれるけどさ、それで1万5000円とかした気がするんだよ。もっとかな。ちょうど仕事帰りの帰宅中で配信嬉しい。あ、よかった、嬉しい、ありがとう。お風呂入るね。そう、高いでしょ。だからそのそれに骨格診断もやったら大変。骨格診断、確かに骨格は知りたいけど、なんか知らなくてもいいかも。パーソナルカラー診断の方がやりたい。骨格は自分の骨格が何かわからないけど、似合う形の服とか似合わない形の服とかはなんとなくわかるから、あんまいらないかな。あなたはピンクと黄色が似合う。ありがとう、おしさいだね。スイーツ部の企画いいですね。すごく市場。スイーツ部でパーソナルカラー診断をやるのはどうですかって。確かに好きな服を着る、好きな色を使うのが一番いいですね。でもね、私わかるのはね、ルアって結構パキッとした色が似合うじゃん。パキッてした赤青とか、サイリウムに引っ張られてた赤青、でもパキッとした色が似合うんだけど、多分私パキッとした色あんまりなんかクラブになっちゃった突然のクラブになっちゃった。だからなんかそういうなんとなくの感じはわかるんだけどね、詳しくはわからない。でもなんか変わったりするのかな。もしさ、診断したのに途中で変わったら嫌だよね。
こうやってやってた。よう、よう、よう。現職、現職ってさ、なん、青は青みたいなことか。パステルカラーのイメージ、確かに私もパステルカラーすごい好きだから、それがもし好きな色と似合う色が一緒なら嬉しいですね。私はパステルカラーをもっと薄めたパステルカラーが好き。もう、え、これ、これは水色ですか？みたいな感じの、ギリ水色くらいの薄いパステルカラーが好き。もう薄々気づいている方もいるかもしれませんが、私は薄いパステルカラーが好きなんだ。実は知ってましたか？そう、淡いやつ。私がさ、なんか実はビビッドパープルが好きでとか言ったらさ、イメージと違いすぎるよね。絶対今まで言ってこなかったんですけど、メイクポーチとかもカバンとか服とか全部ビビッドでって言ったらさ、さすがにイメージと違うけど、イメージと一緒そうですね。お、オフホワイト系のイメージ。へえ。何色っぽい？何色っぽいですか？私は今着てるのがさ、薄い黄色なんだよね。だからこっちに引っ張られるかも。白、薄いピンク薄い水が混ざってる、かわいい。ほうほう、すごい。そう、私お友達にも自分のサイリウムカラーを決めるときに、サイリウムカラー決めることは何も言わずに何色っぽいって聞いて回った時があって、その時はあのピンク黄色水色が上がってた。水色ってさ、スイスイに引っ張られてるのかな、それとも普通に水色っぽいのかなちょっとどっちかわかんないけど、ピンク黄色水色が上がってたんだ。でピンク黄色にしてるよ、サイリウムは。水色と黄色を持った。お、本当？嬉しい。そう、スイスイだから水色。小学校の時は水色の自転車と水色のヘルメットでした。スイスイ。二つ合わせてスイスイ。その時は全然スイスイじゃなかったですけど。ピンクはなぜか、なぜだ、なぜだろう。水と月だと確かに水色黄色ね。そうだよね、水色黄色。ひなたさん、ランドセルはなんて言ったらいいのかな、赤に近いピンク、ローズみたいな、なんか何ピンクだっけ、思い出せない。なんか結構ピンク、なんか名前あったんだけどな、思い出せなかった。なんかね、ローズピンクじゃなくてね、
なんとかピンクですそう、それを背負ってたんだ。NCT 祭り1日目行ってきました。お疲れ様。明日の NCT ホテルステージも行きます。ありがとう、楽しみにしてます。キュウリのキュウリのイメージで緑ってこと？確かに最初の方はそう思ったかな。まださ、私のイメージとかがわからない時だったから、キュウリが好きな子だってなって緑ってことかな。スイスイはスイーツ部以外に入りたい部活はないの？一番最初キャンプやってみたかったんですけど、ちょっと諸事情で入れなくてでもあのスイーツ部はもう本当にずっとずっと入りたかったから、スイーツ部って思ってたら入れて嬉しくって、あとは意外と写真を撮ることも好き。どんな諸事情？大人の事情です大人の事情ですね。それは軽音楽部も大人の事情で入れなかった まあ軽音はあれですよね、やっぱりご卒業されていてしまったから組めなくなっちゃってみたいな感じ。そうなんです、浜口さんの YouTube チャンネルでね、萌がそのお話ししている動画が上がっているんですけど、そこで私がヤホーってしてます。あ、私はいないんですけど、なんか私のあの壁写真のこういうやつがヤッホーしてます。あ、こっちか。そう、ちょっとのお休みボイスはっは忘れてた忘れてた。そう、私あれ送った後チャットなかなか開けなかった、恥ずかしくていつもだったら22時過ぎたらもうメールは見れないから、チャットしか見れないからずっとこうやってチャットを見てるんだけど、ちょっとさすがに見れなかったほんと取り乱してた嘘、私今取り乱してた。平常心もうあれ送った瞬間に私のアルバムからその音声は消したので私も記憶ない間に消してて、保存したの？保存しないでよ。編集アプリはキャップカット。やばい、右手触れるまた右手が触れ始めた。ダメダメ、落ち着いて、右手落ち着いて。
日は聞かないでください、もう今日は聞いちゃダメもうこれ以降聞いちゃダメ、忘れてた。でもちゃんと昨日はミッションを全部果たしたんですよ。おはよう NG 集とユーハと手比べとお休み。えらい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 、ミッションクリア、ミッションクリアしました、ありがとう。そう、ユーハと手の大きさ分かった。ねえ、目つぶって聞いてますってさ掘り起こさないでよ、掘り起こさないでよ。ちょっと待って、次のミッション早い、まだ私の HP が回復してない。ねえ、チャットから帰ってきましたってやめてだから顔が熱くなってもうやらないどこ恥ずかしい。もうこれは内緒にしてください、絶対内緒にしてくださいね、広めちゃダメですみんなもう攻撃しないで攻撃しないで、今顔冷ましてるの今顔を冷ましてるのもうちょっと冷めたのに本当にみんなは、本当にみんなはもうすぐに言うんだからさ、もう来んないんだからね。はあ、よかった、ちょっとずつ戻ってきた次は怒ってるボイスメッセージ送るかも。もう遊ばないで。チャットでお説教ボイスメッセージ来るかも。明日はみんなの顔見れなくなりそう。思い出させないでね。明日は絶対に思い出させないで。ねえ、怒られたいですって嘘でしょ。はあ、もうでも今日はユーハと一緒にカフェに行って、ちょっと明日楽しみだねとか、ちょっとドキドキだねとかいう話をしてきて、ちょっとイメージしてきました。プチプチ会議してきた。二人で写真見て、こういう感じだねって言って、
ここら辺まで入れるんだね。うんうん。で、見て確認してました。そう、6人なの。しかも3期生と4期生だけで。6人のイベント珍しいよね。なんかいつもこういうイベント、少人数のイベントでも6人っていうのがあんまりなかったから、ダンスの先生もね、久しぶりの6人の構成でちょっと難しかったって言ってたので、ダンスの先生にありがとうして、明日楽しみます。そう、私が最年長、お姉ちゃん、みんなのお姉ちゃんです。そうなの、6人が珍しいから、それも楽しみだし、あとは、あ、そう、明日出演する3期生と4期生ってなんとなくみんな空気感が同じ感じ、もし違う人がいてもまだ知りきれてなかったとしてもすごく馴染んでる。そしたらみんな同じ感じの空気でやってます。そう、何の曲を披露するかは内緒ですよ。揺れてるね。明日は突っ込み役。ああ、突っ込み役ね。なんかみんなボケてそうですよね。スイスイは高島ちゃんはなんて呼んでるの？なんて呼んでるんだろう。でも昨日はずっと高しって呼んでました。高しって呼んでほしいらしいので。たかし、ゆあちゃん、ゆあちゃんかたかしって呼んでる。すごい、楽曲を予想しているね。楽曲を予想している人がいる。みんなの、そう、メールとかでさ、楽曲を予想してる人とか見かけるよ。で、おー、なるほど、この曲が見たいんだって一人でふんふんってしてる。何も言えないけど。あとは衣装の予想をしている人もいた。え、たかし、星、なんかちっちゃいよその星なんか可愛い星になってる。自分はスイスのこと勝手になっちゃんって呼んでます。ありがとう、なっちゃん。嬉しいですよ、なっちゃん呼び、とっても好き、なっちゃん。スイスイありがとう。僕はもう少年ではなくなったんです。おお、生しもみたいでおお、生しね。うん、覚えていたのか。夏だから衣装は白いブリーツかなっていう。そして、ほうほうほう、うんうん。今日の衣装はね、多分ね、当たった人いないんじゃないかな。うん、何人か予想してる方いたんですけど、誰も当たってなかった。その中では、スイスイありがとう。夏呼びしたことない。お、本当？ぜひぜひ生し明日見れるのって、ちょっと待って、言ってない言ってない言ってない。生し長岡で生しか。
私はそう最初この衣装がいいなって思ってちょっと押してみたけど、それにはならなかったそれにはならなかったけど、第2候補になりました。第2候補の衣装になりました。そうならなかったの。あのね、みんな第1候補ならなかったみんなとりあえずあげたの、何がいいって衣装。誰も第1候補ならなかった。みんな破れたでも3人くらい同じ衣装を希望してたかな。私は違う、その3人とは違う衣装を希望してたけどそう、全員却下された、まさかの。そうで、だったらこれがいいんじゃないってなって、そっちになった。なんで聞いた。でもなんかさ、そういうのあるよね、たまに。私よくお母さんとかにやっちゃうんだけど、ねね、これとこれどっちがいいと思うって聞いて、お母さんが選んでくれたやつと違う方にして、やっぱこっちにするって、たまにこういうやりとりあるよね。そう、全員却下だったでも、うん、でも私は納得の衣装だった。うん、しっくりきますねって。でも割と3期生4期生といえばっていう衣装を想像したらさ、意外と割れたりするよね。絶対これだよねっていう予想はつかない気がする。何個か出てくる。お、衣装も楽しみになった。嬉しい嬉しい。靴は、うん、靴飛ばさないようにねしますね。まあ楽しみにしていてくださいね。ぜひ HYBE 長岡は、あの天井が背泳ぎした時のプールの景色のところです。伝わる？これなんかさ、わかりますか？ハエバ長岡わかる方。あの、背泳ぎした時の景色なんだよ。天井が。そう、室内プールみたい。そう、室内プールの天井みたいなの。ハエバ長岡。だからすごい記憶に残ってる。お、空調効いてて涼しい。あ、よかった、よかったです。そうそうそう、なんやそれって思ったけど、確かにそうだったそうなの。そう、水泳やってた人は絶対共感できる。背泳ぎ水水ポーズが、背泳ぎ水水ポーズですか。どうですか明日は何度くらいになるのかな。でも絶対に暑いと思うから、絶対こまめにお水飲んでくださいね。来てくださる方は、コケティッシュって何？コケコケコケ沈むと思うよなんでよ、沈まないよ、頑張って浮いてるんだから。30度近くになるの？え？それはオーマイが、
魅力的みたいな意味。すごい。なんで知ってるの？苔。苔？苔？その苔ではないかも教えてくれた、ありがとう。確かにこの苔ではないよね。ニワトリ、ニワトリでした。なんかどこ、ヤヒコに行った時にニワトリに会いました。コケ、本当にコケコッコーって言うんだよニワトリって。でも私が聞いたニワトリはやる気がなかったです。なんかコケコッコーみたいな私の想像してるのはコケコッコーだったけど、コケコッコーみたいなだった。私が聞いたコケ、え、ニワトリはちょっとやる気なかったですね。もっと朝一番に聞くコケコッコーをいつか人生で聞けたらいいな。疲れてたんだ。ニワトリもいろいろありますよね。コケって言ってる、え、言ってるんだよ。多分私がコケって勝手に思ってるからコケって聞こえてるのか。スイスイ来たしないとか、え私遊んでもらってたのニワトリに。そう、ニワトリもいろいろあるみたい。ニワトリって夜に鳴くの？ニワトリって長く鳴く鶏もいる。へえ。なんかトサカが怖かった。鶏のトサカをよく見たらなんかプルプルしてた鶏のトサカってさ、触ったらプニプニなのかな、どんな感じなのかな。私トサカないのに今トサカを押さえてる時々夜に泣くの、間違えちゃうのかな朝と夜。コケコッコー、あ、まだ夜だったみたいな。お茶目さんですね。グミみたい。触ったことあるの？触ったことあるの？すごい。ワンコの唇、お、わかりやすいねそれ。お、なになに？スイスイからカッピ呼びされて喜んでいた後輩いたよって、もう一人やんカッピやん。カッピー、カッピー、カッピーかわいいの。仮面ライダーが大好きなんだよ。同期と後輩ちゃんでイベント参戦ということです。緊張します、緊張します、緊張するんですけど、ここだけの話、あの4期生と一緒のリハーサルの時とか4期生とそういう話をする時は緊張を出さないようにしてます。なんなら余裕だぜイエーみたいな感じの、なんかきっと緊張してたら一緒に緊張しちゃうかなと思ったので、実は強がってるけど本当は緊張してます実は緊張してます。なんか緊張っていうかそわそわする。でもそりゃそうだよね、先輩がいなくて自分たちが先輩になってイベントに出る、しかも6人で。先輩風は吹かせてないですよ先輩風は吹かせてないですけど、なんか伝染しちゃうかなと思って我慢してる。ね、仲良くなれたら嬉しい。立場が人を作るから先輩スイスイになるんやな。立場が人を作る、先輩の立場が人を作るからスイスイになる。ちょっと難しいかも
ちょっと難しかったかも。スイスイありがとう。もう仲良しになった？って。どうなんだろう。私は仲良しになりたいんだけど、仲良しと思ってくれてるかな？こんばんは。私がそう考えちゃった。まあ、今回の NCT 祭りはね、引っ張っていきたいとも思ったけど、支えることも必要だなと思った。支える立場も楽しむことが一番なんですけどね。楽しむことが一番だけど、引っ張る引っ張るってしないで、私は多分その両方の引っ張る支える両方できるところにいると思う。4期生が楽しめたらいいですよね、一番リラックスできたら。ささやすいすい、ささやすいすい、腕力弱い腕力弱い、ささやすいすい。でも本当に4期生の子はその私たちと一緒にやって、あの動画とか見ても全然もう馴染んでいて、すごい。本当にまだ赤ちゃんなのに赤ちゃんが頑張っている。明日はメンバーはいろいろブースもある時間あるんか。どうなんだろう、わかんないな。どうなんだろう、どうかな。もしかしたらなんか散歩するかもしれないんだけどいつか散歩するかもしれないんだけど、でも私たちがその自由時間というかあるのかな、どうだろうか。あったら楽しみ、あったら楽しみ。そう、先輩より後輩の方が多い。でもやっぱりこの先輩になったことってすっごい大きいことなんですよ。このリハーサル中もね、ちょっとあってあどうしようってなるタイミングとかあったけど、いや先輩だからここはってやった場所もあったから、そうやって人は強くなっていくんだなと感じたスイスイ二十歳でした。なんか後輩にそういうところを見せちゃダメだなと思った。まあ普段から別にそんな見せてる人ではないですけど、逆になんか見せないとかじゃなくて明るくしないとって思う最近すごく。無理はしてないですよ。そう、先輩、まあ、先輩と言っても、あ、来た。立場が人を作る。立場は私は先輩で、先輩で経験を積むってことだ。磯丸はどんな子？ツボが浅いよ、あの子は。いつもさ笑ってて、なんかね、天然なのかな、天然、磯丸天然。磯丸って可愛いね、呼び方。なんかあの鼻
話がね通じてないことがいっぱいある。でもそれが可愛いの、悪い意味じゃなくて。そう、ずっと笑ってます。でなんか、え、なんかなんとかだよねって、なんとかだよって言っても、え、なんとかっていうことですかって全然違うことを言ってくる。あの子は不思議な子。でも本当に私あの動き方が好きです。ダンス経験者みたい、ダンス未経験らしいんですけど、ダンス経験者の動きをするんですよ。体がいつその動き方を覚えたのっていう、フリーのところとかね、どうしたらその動きになるんだろうって思う。すごい、本当にすごい。あの風は吹いているとかすごかった、びっくりした。そんな最初から踊れるの？ってうん、センスめっちゃあるよね。ダンス習ってたらさ、もう見えないくらいの速さで踊るんじゃない？今であんなにうまかったらさ、幼い頃からダンスやっててっていうのだったら、もうすごいんじゃない？私もダンスは未経験だけど、ナナちゃんみたいに踊れない。でもなんかそれはそれでもそれぞれ色があっていいと思うんですけどね。ナナちゃんはすごい、もう見ててすごいなって、かっこいいなって思います。かっこいい振りが似合うよね。なんかバキバキ踊る系、スパスパみたいなダンスが似合います。私は逆に明るい曲が似合うと思う、自分で自己分析。跳ねる系の元気曲がフィットする気がする。ユーハはちょっとスンってした儚い系か、なんだろうな、明るいんだけど、え、なんか難しい、なんかわかる？このユーハはね、明るいんだけど、イエイエイみたいな感じではなくて、キャーンみたいな感じが似合います。そうだから私はかっこいい曲とかは、そう、まだまだ研究が必要。でもまあそのかっこいい曲の中で自分の見せるところとかはもう研究しているんですが、なんかね、やっぱ声がね高くなっちゃう。低い声を歌ってもまだ高い声が入ってる。私ユーハの空き缶の低い声すごい好き。めっちゃ低音が綺麗。確かにそう、ユーハのアチョゴナもとっても似合うよね。私キックね本当に苦手なんです。いつもヘインって感じのキックしちゃうんです、えいみたいな。でもアルバムもさ、わかもうさ、どうやって練習したらいいのかわかんなくて、なんかもうね難しくって。キックはいつも下手なんですよね。そうだから私はもう空き缶のこういう感じのキリッっていうより、最近はちょっとその
かっこいい中で笑みを浮かべるしてることをしてます。サンドバッグ買おうかな。キックかっこいい。本当？ありがとう、ありがとう。そう、かっこいい中で自分のちょっと自分要素を入れるっていう。泣きべそはね、そうみんな大好きでしょ。メールとかで言ってくれるんですよ、よく泣きべそすっごく好きって。もうそれがそれなんですよ、元気で跳ねる系の曲。そうだからね、いやすごいよね。私かかと好きですよ、かかと。なんか、あ、私のかかとの好きなところはね、ここ、応援している僕らはのところが好きです。私はここをちょっと実は一癖入れてるんだ、多分自分にしかわからないこだわりなんですけどすっごいピンポイント、もう1秒くらいしかないんじゃない。スイスイ専用スカートが良き、あー嬉しい。泣きべそか、土地音がも跳ねるよね。ジョンが、でもなんかまた別の種類の明るいだよね、トチオンガーも。本当にさ、ちょっとずつの違いなんだけど、明るいの中にもいろんな明るいがあって面白いの。マイクスタンド掴んで下を向いてリズムを取ってるところ、ちょっと待って、流れちゃった。かっこいいね、ありがとう。こうやってだからか、私今日頭の熱すぎて助けてトチョンガーってチャットに送ろうと思ったけどやめたそう、土地音、そうそうそう、ヒーローって感じでしょ。土地音が、空き缶のマイクスタンド足で上げたりしたことないって。あ、実はリハーサルの時ずっと足で上げてたんですよ、足で上げてたんですけど、なんか本番になってできなくなりましたでスタッフさんにも水図は手だなって言われてたんですけど、いつか足で上げてみる。よく睡眠をとった次の日は上げやすそうです。たまにね、あんま寝れずに公園出るとね、空き缶パンクって振り回されるんです。わーって飛んでっちゃうからだからね。あ、ちなみに客席でこういう人もいる今日も歌ってる時に、私はもう結構感情移入型なので、みんなに大丈夫だよっていう優しい気持ちをこうやって持ちながら歌ってるんですけど、毎日がてないで歌ってたらこうやってって寝てただからちょっと笑っといた。寝てるねって笑っといた
その方はね、私が見ていたことを知らない。聞いてるんだ。なるほどね。ファンもお疲れなんですね。で、本当にそうですよ。だって全然寝てないのに来てくださる方とか、すっごいいっぱい運転してきてくださる方とかいて、もう本当にありがとう。だからもうみんなと目合わせたいです。みんなとヤッホーって。その中でもピンクキール振ってくれてる方にはヤッホーヤッホーってしたいし、ヤッホーからのヤッホーヤッホー、牧場で劇場の全員でお辞儀したい。ねえ、やだ。みんなちょっと斜め向いてこうやってやるんでしょう。やだな。もう PA の方とかカメラさんとかもみんなでお辞儀してほしい。カメラワークもお辞儀してほしい。お願いしようかな。明日も目合わせてください。目合わせましょうね。じゃあ見ててくださいね。2番目に2番目に20% くらい見ててね。2時間目を合わせ続けて、え、耐えれるそれ。え、いいの。なんかだんだん目の前にいるのが誰なのか分かんなくなってくるんじゃない？目が合うようにずっと見てるね。ありがとう。私も見つけます。出陣。私が千葉の公園でやったのは出陣でした。そう、ツアーの時。あれ以来私は出陣をやっていない。さつきちゃんずっと見ていたいけど、目の前にメンバー来たらその子見てしまう。それはそれでいいよ。その子も見てくれたら嬉しい。ただ気が向いたらスイスイも見てみて。もし見たいなと思ったら領域展開。明日はなっちゃん楽しモード。お、嬉しい。楽しモードありがとう。領域展開はなんか友達がみんなこうやってたから知ってるけど、ちょっと詳しくは知らないので、ここまで。右目でスイスイ見て左目で違う子います。えー、じゃあこうなったら。もっとグイグイ行ってもいいと思う。お、もっとグイグイ、もっとグイグイ行ってもいいと思う。グイ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 来てみました。こんにちは。
も他の子見てるとプイプイなるでしょ。よくわかりましたね。プイプイにはなるよ。プイプイにはなるけど我慢する。いいよっていいよじゃないよのプイプイ。でもね、私みんながちゃんと好きでいてくれてること知ってるからね、あんまりそうやって縛らないの。実はみんなをね、みんなが好きでいてくれてることに変わりないから、だからんーいいよって言っちゃうの。みんな絶対ね、もしさ何人か好きな子がいたとしても、その中に私が入ってたとしたら、その気持ちはさ絶対嘘じゃないじゃん。好きでいてくれてるじゃん。だから私はその気持ちを大切にしたいなと思いました。そう、でもそれでもし違ったら、スイスイだけさ好きでいてくれてるんでしょって言って待っててさ、それでさどっか行っちゃったら泣こう。そしたら嘘つきー。でもそうね、みんな好きでいてくれてるでしょ、ありがとう。優しくないですよ、みんなが、みんなが優しい、みんなが優しい。そう、ね、そうそう、SSS が始まりそうな予感って、スイスイサミット、さあスイスイサミット始まりだ。直しの人とどう、星諦めた時、月を泣かせることはしない。ありがとうございます、ありがとう。これスイスイサミット案件、もしかして会議始まる。そう、私はずっと思ってたことが、なんかね、一時期すごくファンの方、一時期じゃない、なんかたまにファンの方が、あ、SSS 始めます、今日は短めに。あのファンの方がなんか応援していいのかなって思うとか、なんか応援ちゃんとできてるかなとか不安に思っちゃうことがある時がある人もいて、でも私は本当にどんな形でも、本当にちょっとでも好きでいてくれたら、いろんな形の好きをちゃんと私は受け取ってるので、一人一人の好きを受け取ってるから、だから全然周りと比べなくてもいいし、その好きな気持ちを伝えてくれたら私も嬉しいよっていう話、これはずっと思ってたの。だからみんなを不安にさせちゃってたらごめんねっていう感じなんだけど、でもそれぞれの好きを本当にもうちゃんと一個ずつ別々の好きを受け取ってるのが私の気持ち、だから私もみんなに一個ずつ好きをこう与えていけたらいいなと思う。音声チャットはやりません。
音声チャットはやりません。そうだからね、もしちょっとでも不安に思ったりするときはスイスイを信じてください。スイスイはもう一人一人別で見てるからね。し、本当にちょっとでも私のことを応援してくれてることが嬉しいから、誰にも平等に与えて、なんか難しい。もうね、私はもうこのみんなとこの人はこうでっていうから、もう私がいっぱいいる感じなの、私の頭の中では。もう1対1なの全部が。だからね、だからもうもらった好きはもうちゃんとこうやって返すし、私も好きを伝えるしみたいな、なんて言ったらいいんだろう、難しいね。私の頭の中では私がいっぱいいる。そう、なんか平等、なんかそうすると、あのあれだよね、いっぱい来てくれてる方もみたいな、でも来れない方もみたいになってきて難しくなっちゃうんだけど、本当に私は一人一人と私がいっぱいいるの。やばい、スイスイ議長語彙力がないですよ。カンカン。そう、そうそうそう、そういうこと。そう、私は本当に一人一人に全力の愛、その通り、その通りです。カンカン。難しいテーマ。そう、難しいテーマだけど、私は全力で伝えるよ。諦めないぞ。私は諦めない。ここでは諦めないぞ。だからね、なんかこういう人とこういう人はどうしますかとかいう問題じゃないんだよね、私の中では。あれはまとめるのが難しいですね。今日の議長気合入ってるでしょ、何回も鳴らしちゃうからね、カンカン。そう、なんて言ったらいいんだろう、でも本当に誰一人嫌な気持ちにさせたくなくって、みんなが応援していてくれることが嬉しいし、それに一人一人に応えたいから、その一人一人にもちろん全力でこの自分の気持ちも伝えたいし、本当にとにかくみんなが大切だから、もうダイヤモンドより大切、もうね、海外の別荘とかより全然大切だし、みんなに言ったらびっくりするかもしれないけど、私は本当にずっとみんな今何してるかなって本当に考えてるから。あと最近のことで言うと、あのそのさっきも言ったけど、リハーサル中にね、一瞬ね心が折れかけた時があって、でもその時にみんなも頑張ってるから頑張ろうって言ったら復活したの。そのくらい私の中ではもうみんなが中心にいるから、ここの心臓よりも中心だよ、心臓のもっともっと中心からみんながにわーって生えてるから。だから私は結構マイペースって言われるけど、私はその何、自分のペースを大事にしてて、自分のペースっていう言葉がすごく好きなんだけど、だからみんなも自分のペースで行ってほしいし、なんて言うんだろうな、私はもうみんなその人一
一人一人のその素のあなたが大好きだから、だからあのこうしなきゃとか焦らなくていいし、私はみんながもう本当に大切なの。スイスイ熱弁カンカンあれはまとめるのは難しいですね。そうだからね、今私のここから炎が見えますか熱いこれが、もう大好きを越してる存在、みんな、もうなんならチャットとかも1対1がいいくらい1対1がいいくらいだもんね。それで言えばオンラインに初めて参加したって気持ちをあやばい感じ読めないけどなんとなく伝わる、そう待って感じ読めない議長カンカン失格、そのもう私はもう、もうこの出会ってくれたこのことだけで本当にありがとう。燃えてた、天使の輪が見えます。え、天使の輪ってさ、ここに見えるやつだよね。もしかしてハチマキになっちゃってますかもしかしてあのたこ焼き屋さんの一回フェスでカチューシャが落ちてきてさ、こうやってたこ焼き屋さんになっちゃったことがあったんだよね。組んでくれた、ありがとう教えてくれてポコの輪ってちょっとそう、もう本当だよ、自分で掘り返しちゃったじゃん私はね本当にだからね、もう毎日毎日本当にみんながいてくれて幸せ、本当に幸せものだから、みんな誰も悲しませたくないなって思った。そのみんなが応援できてるかなとか不安に思った気持ちを話してくれた時とかはもっと安心させてあげられたらいいなって思ったから、本当に安心して、私は本当に本当に本当にもうみんなのペースで応援してくれてることが一番嬉しい。私もなっちゃんのおかげで幸せ、よかった、ありがとう。新潟に来てくれてありがとう、ありがとうこちらこそありがとう、こちらこそありがとうございます。私も新潟に来れてよかった、ポポ焼き美味しいしねカンカン、最終的な着地点間違えた、カンカン、なるほどね、なるほどね、なんで泣いちゃうの、ハンカチないから俺の袖で拭くあら袖で、袖で拭いてよ、このパールがちょっと痛いけどね、ポポ焼きに着地した、ナイスポッポ、ナイスポッポ、とりあえず一回寝る前に目つぶってちゃったね
なんで、なんで、ちょっとイケメンでしょ。俺のこの右の袖で涙拭けよ、パールグキ。痛い、目が痛い。でもこれは本当に私がもうずっとずっといっぱい考えてたこと、本当にここ数ヶ月ずっとずっと考えていつか言いたいなって思ってたことだから、これは決して今考えたこととかではないです。ずっと思ってた、ずっと思ってたことだから、これはもう本当の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 本音、私がショールームでとっても本音を話している成長です。スイスイ議長、この SSS をのおかげで成長しました。そう、あ、ハイブ長岡行きます、ありがとう、待ってるね、待ってるね。スイスイ議長本音を語る。では今回ちょっとまとめるのが難しいので、本日のまとめは、本日のまとめは、本日のまとめは難しい、とても難しいな。でもいろいろ喋ったよね、いろいろ喋ったけども、一人一人が、あ、まとめね、なんかでもポポ焼きはまとめねえ、今までの何だったの、ポポ焼きは美味しいってまとめるの。結論は心の底から一人一人が大切だし、大切だからみんなは自分のペースでちょっとでも好きって思ってくれた気持ちを私は大切にしたいから、ポポ焼きは美味しい。今日の結論でした。なんかポップ焼き食べたくなってきちゃったじゃん。そうそう、まとめてくれてありがとう、読ませていただきますね。まとめ、一人一人が大切だからファンは自分のペースでいいんだよ。そう、もう本当にこれありがとう、なんかすごい議長バトンタッチ。私初期でもやろうかな。ポップ焼きは美味しいということですね、美味しいということです。でもポップ焼きって本当に美味しいよね。 SSS スイスイサミット第2回ありがとうございました。ご出席いただいた皆様、本日もありがとうございました。議長が変わったら SSS じゃなく、確かに確かにな。ありがとうございましたね。ありがとう、それぞれの思い出、スイスイを好きであれば良いのだもんね。そうだよ、第3回は明日です。早い早い早いよ早いよ。内容についていけてないけど声が可愛い、ありがとうございます。あの今ポポ焼きが美味しいねっていう話をしていました。ポポ焼きは新潟で有名なこういうちょっと黒糖の味の蒸しパンみたいなやつです。ぜひ食べてみてください、美味しいです。
本当のことを言うとファンの方への気持ちを真剣に語っていました。これを私たちのルームではスイスイサミット SSS と呼びます。本日が第2回でした。お疲れポッポ、お疲れポッポ。そうだよ、最初からポップ焼きの話だよ。ポップ焼きね、ポップ焼きはどこで買えますか？お、質問ありがとうございます。その質問にはちょっと答えられなんかたまにあるよね、こういう記者会見で。あ、ちょっとそれはでたまにあるよね。屋台で食べれます、新潟の屋台。素敵な話し合いですね、ありがとうございます。そう、こうして定期的にファンの方とこう気持ちをね伝え合ったらハッピーっていう、コメントを差し控えさせていただきます。あ、ちょっとそちらのコメントは差し、なんだっけなんだっけ、差し引き、引か、あれ、差し控えさせていただきます。今本当に2秒くらいで忘れたよね。あれ、なんだっけ、ポップ焼きってふ菓子みたいな。ううん、あのね、ちょっとね、ちょっともちってしてる蒸しパンみたいな感じ、黒糖の味の、あったかいのが美味しいです。冷めても美味しいけどあったかいのが一番美味しいです。たまに頼りない議長になります、お許しください頼りない議長ですが、よろしくお願いします。あまり思い悩まずにね。え、優しい、ありがとう。スイスイの頭の中覗いてみる。常に何か考えててファンタジーだよ。もうバレてるかもしれないけど多分ファンタジーだと思う、自分でも。一回あのお母さんとかに今こういうこと考えて、そしたら次こういうことを考えたんだって説明したら、そんな考えないよって言われたから、きっといっぱい考えるタイプなんだろうなと思います。覗いてみ、いいよ。バカコキコッコもうおかしくなってきちゃった、おかしくなってきちゃいました。ファンタジーなのはメールを読んでるからわかります。え、メールそんなにファンタジーですか？いや最近さ、割とさ近況報告しかしてなくない？私そんなファンタジーかな。なんかチャットは適当に書くから、あの思ったことをポン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 ってあの文章にまとめないからファンタジーなのはわかるんですよ。でもメールはちゃんと一個ずつ文章をこうやって組んでるから、そこまでファンタジーではない気がする。ファンタジーか空っぽか、え、よくわかるねそうだよ、私空っぽの時本当に空っぽだから。早寝しなくて大丈夫って、確かに本当は、あれ、本当は10時までの予定だったね。5分になったら壇上読もうかな。ちょっと待って、だって適当じゃない、適当じゃない適当じゃなくって、あの思ったことをすぐに書くっていうこと適当じゃない、ごめんなさい、言葉選びが違いましたね。メールは一
個ずつ話題をこう整理して書いてるけど、チャットは思いついた瞬間に送ってるよっていうこと。決して適当ではないよ。言葉選び難しい。しんどい時はしんどいですとある程度言ってなって、うん、わかった。しんどいですって私が言ったらさ、みんなやばい、スイスイがしんどいってパニックになる。その言い回し、あの気軽に書いてるです。適当に書いてるの気軽に書いてる、イエス。あ、グローバルがまだ抜けてない。パニックになる。みんなスーパーヒーローになって助けに行く。おお、嬉しい。私もいつもスーパーヒーロー、スーパーヒーロー、みんなの元に飛んでいくよ。仮面ライダー、なんか名前つけたいな。なんか、どうなんだろうね。私はあんまり、でもしんどい時、しんどい時っていうか、うってなった時はもう私はみんなのこと想像して復活してるから。確かにあんまね言わないけど、みんなのおかげで復活してます。最近までちょっと自分のペースで歩いていたし、でも今みんなのおかげで復活したよ。スーパーヒーローもお休み必要なので交代制で。おお、いいね。じゃあまずはスイスイから。今飛んでます。スイスイがもし助けてって言ったら飛んできてね。私本当に最近さ、すごい元気なんだ。とっても元気、元気いっぱい。あ、なんか聞いたことあるセリフ言っちゃった。ナッツパンマン。今の完全にそれだったよね。でもやっぱり元気じゃない時ってバレてるのかな。元気はつらつ、新しい顔ぜひください。新しい顔、新しい顔よ。それくるくる、これさ、倍速にしたらさ、回ってるように見えると思う。何をやっているんでしょうか。5分ありがとう。じゃあ壇上用も右ほっぺください。こっちでいいですか。右ほっぺ売れました。あ、間違えた間違えた。じゃあ壇上読みますね。いきます。13位タカチオピピピーさん、ありがとうございます。12位タムヒロさん、ありがとうございます。11位コロコロさん、ありがとうございます。10位トミノスケさん、ありがとうございます。9位カンクロウさん、ありがとうございます。8位テルテル坊主さん、ありがとうございます。7位ハブトゥーセーブさん、ありがとうございます。よいしょ。6位朝雪さん、ありがとうございます。5位大輔さん、ありがとうございます。4位ハーブちゃん、ありがとうございます。3位みーさん、ありがとうございます。2位みっちーさん、ありがとうございます。
そして1位はトゥルルルンタン、スーさんです。ありがとう皆さん、今日も見てくれてありがとう。真ん中、私顔なくなっちゃう配信ありがとう。スイスイサミット第2回も出席していただきありがとうございます。ゲリラスイスイサミット、明日は NCT 祭り、ぜひ遊びに来てね。あの写真もいっぱい送りますね。で聞かなかったでしょ、内緒にしてお願い。間違えちゃったの、あの SSS って言ってたから間違えちゃったの明日は頑張ります。3期生と4期生頑張ります。明日は声がちゃんと出るよ、ありがとう明日は絶対に間違わない。 NCT ありがとう。それでは皆さん今日もゆっくり休んでね。おやすみなさい。また明日ね。バイバイ。